世界遺産センターでの地域区分世界遺産条約は1972年に採択され1975年に発行した。最も成功した条約の一つとも言われ、その定約国数は第44回世界遺産委員会終了時点で194カ国に上る。以下はその世界遺産条約定約国の一覧である。世界遺産条約はユネスコ加盟国のうち、ツバル、 ナウルの2カ国を除く193カ国とバチカン四国が提約している。一覧は世界遺産センターが示している公式な地域区分、すなわちアジア、太平洋、アラブ諸国、アフリカ、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカカリブ海に準じて分類するが、便宜上アジアと太平洋は分けた。アジア、太平洋のうちの太平洋地域は世界遺産をほとんど あるいは全く持たない国が多く、21世紀に入ってからの世界遺産委員会では、太平洋島諸国を対象とする様々な取り組みが行われている。なお、保有件数も公式な分類に基づいているので、海外領土などの存在によって、地域ごとの合計件数はその地域に実在する世界遺産の数と一致していない。例えば、ヘンダーソン島は、 太平洋に存在するが、イギリスの世界遺産の一つなので、ヨーロッパ、北米に参入されている。以下のデータは、第44回世界遺産委員会終了時点の、ものである。国名部分のリンクは、その国の世界遺産記事に飛ぶようになっている。世界遺産を保有していない国については、暫定リストへのリンクをつけた。パレスチナ自治政府のように、日本政府が国家承認していない。 国も含まれる。ABCDEF 合計件数は国境を超える世界遺産による重複分を除いて算出している。そのため各国の数値を単純に合計した数値はこの欄の数値と一致しない。AB うち2件は地域をまたぐウブスヌール盆地とダウリアの警観群でアジアとヨーロッパ、北米で重複して参入されている。ABC1 件は ルコルビュージへの建築作品、近代建築運動への顕著な貢献で、アジア、ヨーロッパ、北米、カリブラテンアメリカで重複して参入されている。ありがとうございます。